真空管っぽい音、真空管っぽさって何ですか？うわぁ、これむずいんじゃねえの？ぽさってない話だよね。でもまあ、世間一般のイメージで言うとみたいなところあるんじゃないですか。だから、なんか言ってたじゃん。真空管の方がこう、マイルドだと思ってたみたいな。ああ、なるほど、ね。だからそういうなんかこう、絵的なイメージを刷り込まれされてる、絶対に。あ、だからアナログとデジタルみたいなやつだ。そうです。だって、アナログって言われた瞬間にあの、レコードの真空管がボワンってつくイメージだもん、やっぱり。あの、オレンジ色っぽいよ。そうそう、裸電球みたいな。そうそう、バーってついて。ちょっと貧乏な感じ。そう、暗い、ちょっとね、ちょっと、いなたい感じだ。ちょっと暗い、喫茶店とかバーで、スーツ着ておじさんがこう、なんかこういうふうに。で、枯れたサウンドになっちゃう。そうなんです。そういう感じなんですよね。まあ、今言ってるのはでも、イメージの話だからね。そうですね。だからイメージで言うと。実際の話じゃないもんね。真空管っぽいだっけ、うん、そうだね、真空管っぽい音が。それ本当に一回真空管に触れた方がいいっすよね、うん、あの偽物真空管プじゃなくて、うん、ちゃんとした真空管プに、うん、やっぱそうね、さっきの俺の話じゃないけど、今までそういうイメージだったけど、なんかコイアファンクとかで真空管プ弾いたとき、弾いたりとか聞いたりした時に、あ、やっぱこういう音なんだみたいな、うん、よくなんかほらギターアンプでもベースアンプでもさ、あのプリアンプにチューブが一本入っててさ、なんかこう真空管み、バルブだとかチューブみたいなのにこうできたりとかするじゃん。何も変わんないじゃない、そっぱちゃう。だから、あれでやってっとよくわかんなくなっちゃう、ね。あれはよくわかんなくなっちゃうね。あれこそ見た目ですよね。あ、ボワって電気ついてる。あ、真空管入ってるやつってなるもんね。あれはダメだよね。それは口で説明するのは難しいよね。真空管っぽいっていうのはちょっとない話なんだよな。まあそうですね。まあうちらもそれ作ってるからな、わかるけど。だからあんま騙されない方がいいね、真空管っぽいもそれも。あのね、HH の VS ミュージシャンっていうトランジスタのアンプがあるんだけど、はい、それはバルブスイッチっていうのがあって、真空管っぽい音はするよ。ああ。唯一それだけかな、世界で。まあ一回触れてみないとね。うん。わかんないですね。うん。一回触れて、あ、確かになって思ってもらえれば。うん、そうそうそう。うん、本物を一回弾けばね、それとトランジスタと比べて。うん